はい、おはようございます。3年目の冬13日土曜日午前6時ですね。今日も一日頑張りましょう。今日は特に何もないですね。明日がハービーの誕生日なんで、まあ特に何もしないと思いますってことで、明日の天気予報は晴れます。今日の占い情報は全力幸運の日であった。あ、ちなみにちょっとね、調べてきたんだけども、こちら特別な首飾りじゃなくて特別な飾り、これはね、全力幸運と全力邪魔の日ってマイナス 0.1 から 0.1 の間に興奮があって、マイナス 0.1 の時に全力邪魔、プラス 0.1 の時に全力幸運で、この特別な飾りはね、その値を 0.25 ぐらいねプラスするらしいです。ちなみにね、ラッキーランチとかああいう系の食事はプラス1プラス2プラス3だから、まあご飯に比べたらもうビビたるもの的な、そんな感じなんじゃないかなと思います。サボテンできた、ペニーサボテンだよ。うん、水あげておはよ。ここは本当に穏やかね、せやろ。うん、ちゅができない。さあ、まだできないね。こんな時間差あったっけか。そうだっけか。そしたら今日のクラブケーキ、あーうめ。はい、ということで今日のイリジウムは2個。あー、まあ昨日でも8個ぐらいだった気がするからね。まあ水あげてと。よし、じゃあいつものやっていきますかね。あ、いつものって言ってもね、卵とか忘れないようにしましょう。おはよう、おはよう、おはよう、卵。おはよう、おはよう、卵。おはよう、卵。卵。おはよう、おはよう、おはよう、卵。おはよう、卵。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。おはよう、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 おはよう。ちなみにね、ミルクとかぼちゃを使って、幸運が2上がるご飯を簡単に作れるんだけども、そのためにね、チーズじゃなくてミルクを集める的な感じのこともありかなとはちょっとね思ってますね。で、そして茶色いニワトリの卵がね、ちゃんと24個納品できたので、あとは大きい卵ってやれば OK だから、まあまあいい感じだね。 OKOK。 さあ、そして今日は特に何もない日だと思いきや、果物がありますね。果物。なぜかボイドエッグを持ってきてしまった。あー、どうしよう。まあいいや、明日でいいよね、多分ね。大丈夫。なんかコーヒーの時と違って本当常に早いもんでさ、遅く感じてくる、本当に。あ、待って、ちょい、スライムチャームリング、うえー、危なかった。ってことで入れて、水あげて、ディープの場所変えようかな。ここで多分さ、機関の杖でパーって行った方が多分早いもんね。まあ10分20分程度の差だけどね。ふーちゃん、おはよう。水あげて、あとまあ水をあげるタイミングなくなっちゃうか、それはそれで微妙だったりするかね。えさえさ、ほいさっさ。さあ、そして今日の納品は、昨日小麦あげたんじゃんね。だからここだ、これ。なんだこれは。なんだこの丸いやつは。丸いものって何かあったっけ。ちょっと見てみるか。ブルーベリーは結構納品してる。赤キャベツだ、多分それだね。赤キャベツ15個で、今日の納品赤キャベツ、ドコドーン。オッケー。エサエサホイサッサ。種。メガネ。イリジウム、鉄鉱石。うるさくない。そしたら海に行きまーす。じゃーん。さてさて、今日のスーパーカニ囲ったーいむ。やばい、ほぼゴミだったんだけど、カニが一個もなかった。やば。これもなんか幸運関係するのかね。あー、またウニが取れないんだが。サンゴ一個。ウニが欲しい？ウニはでもいらないかな。いらないね。帰りましょう。ジャボン。はいはい、帰ってきました。10時20分。まだ10時20分。もうそろそろ日課が終わってしまいますが。なんか使っちゃった、なんかちゃったちゃった。あ、まあまあ別に悪くないか。ちなみに、今日なんか持ってこいって言ってたっけ？イカちゃん、セバちゃん。セバちゃん、イカちゃんね。了解。ちょ、これ外しとかないとちょ怖いね。イカちゃんは冬？より闇イカ。イカ、もっと品質の悪いかないかな。あ、品質悪いかないか。じゃあちょっとめちゃくちゃ品質良くて高そうだけどね。まあ、セバスチャンの信頼、うわ、マックスなんだよな。まあ、でも高く引き取って、いや、イカちゃんって安いのかな、それじゃあそもそも安いかもしんないね。イカなだけにね。ってことで、パム、おはよう。川の住まい住んでる、せやな。あ、パムのさ、家とかもそろそろ作れそうなってきたね。これワンチャン作ってあげるのもありかね。ってことで、今日の石切り場、石と石炭。石と石炭、いいっすな。あ、石。
石、まあ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 。さあ今日はクエストはないですね。セーバースちゃんはロビンのとこか。チスチス、アビの髪色染める前の方が良かったと思わない？染める前まではライトブラウンだったのよ。ああなるほどね。まあどっちも可愛いと思うよ。いいよいいよ、どっちでもオッケーだねそれはね。うん。ライトブラウンってこういうぐらいな感じ？あの古い牧場よくしててくれるんで嬉しいわ。スペース順当だったら、じゃあせやで。うん。どうしようかな、セブンとこ行く前に今回の秘密のメモやっていこうかな。これ行くかこれ。これ多分ね、ここだよね。色的に、あ、なんかすんごい近いじゃん。ちょっと何しろん。お父さんの体付きだけど、なんか変。一体どうしたんだろう。あ、優しい優しい。せやろ。これだよね、色的に多分ね。ちょっともう一回見てみようか。そうっぽいそうっぽい。これだね、多分ね。なんで、まず、左上、右上ね。こっからでいいのかな。左、上、右、上。ちょっと待って。何も動かんかったが。これの下からこっからですか、もしかして。え、わからにくい、これ。ちょっとどこだこれ。まあ、いや、左上右上行って、でこれ変わんなかったもんで、その後に右下左下右下左下だから、あのこっからか、左上右変わらんよね。で右下、まだセブ来た、セブ来た、ちょっと待ってセブ、まあ、いや後でいいや。左下もう全然違うのかな。え、わかんない。まあいいや、ちょっとまた後でしよう。ちょっと、ケント、そんなとこで何してんの？なかなか寝つけない。あ、そうなんだ。セブ、ちょっと、持ってきたよ、イカちゃん。セブだよね、これ。セバスチャンだよ、これセバスチャンだよね。あ、これセバスチャンだね。よし、イカちゃんあげよう。はい、プレゼント。うん。さあ、これどうなんだろうね。わかんないね。はいはい、サムおはよう。じゃあ私もギターやろう。サムのエレキギターの2つのアクティブピックアップとワービーバーがついている。まあ、全然わかんないや。このやつ何これ。ヴィンセント、読解 C、作文 D、算数 C、社会B マイナス、図工 B マイナス、体育 A。 先生からのコメント、これペニーかな。ビンさんはとてもいい子ですが、勉強はもうちょっと頑張ってほしいですね。ペニー、あ、ペニーだ。ペニーこんなん書いてんだ。へえ。ちょっと こういうの見えるかな、こういうの。あ、これは見えないか。なるほどね。ちょっとこういうのも面白いですな。ちょっと見てみるとね、これは見えないか。ちょっと人んち荒らしていこう。特になんもなさそう。じゃあこれをここからやる。左上右、あ、ここ来ちゃうもんな。なんだこれ、また今度ね、調べとこう。そしたら代わりに簡単に行けそうなとこ行こうかね。ここ秘密のメモ17、これは結構簡単に行けそうだから、こっち行きましょう。ん、待って、こっちか、もしかして。こっちの可能性ありけいない。これって多分左上右上だから、ここから左上右、お、結構行く、右下、右下、左下、ちょっと怪しくなってきたぞ。ここだね、それじゃあ左下、ここの裏側。はあ、わかんねえ。うわ、てかめちゃくちゃ汚くなってる、ここ。ちょっとこれはきれいにしてあげよう。レッツお掃除タイム。全然見えないんだが、この辺。見えなくて、何があるか、わからない。ちょっとこれ、透き通ったりとかしないのかい？あ、来た、ここまで来たよ、ようやく。はーい、オッケー。だいぶ綺麗になりましたね。素晴らしい。まあ、そしたら、ここになんかある。おぼぼ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 、オムニージオだ。一番しょぼいやつ来たね、これね。そして、ここだよね、ここ。ここを、よいしょーってやると、お、出た。奇妙な人形の緑色。はてな。これは、置けるやつ？あ、置けないか？これも納品かな？発掘かな？ちょっと一応行ってみるか。あ、ギュンタ、これ5時20分間に合ってるかな？大丈夫かな？あー、そして、こんなとこにあるね。にょーろもー。いつも錆びたスプーンなんだが？あ、いや、わかんない。まだわかんない。よいしょ。あ、オッケー。聞いたよ。おう。じゃあ置けるのかな、じゃあこれは。お？何これ、奇妙な人形発掘。あ、2個目もしかして。もうすでにやってる、これ。あ、してますね。2個目だ。いらねえ。2個目だね、これ。あ、そういうことね。了解。なんか2個目手に入った。やった。そしたらゴミでも漁るか。はい。どうしよう、もう6時か。帰りますかね。ほい。待って、トロッコ使ってバス停で来た方が良かったかな。ちょっと、馬で来た方が、ディープで来た方が良かったかもしんないね。ってことで、種。奇妙な人形置きたいな、これ。置けないかな。こういうやつかなと思ったけど、そういうわけじゃないんだね。了解。ジオード。あ、錆びたスプーン持ってきちゃった。まあ、いいや。お、ワインが出来上がってますね。ただ、普
通品質がもうあと3個しかないし、種で使ってるもんで、これはまあ銀品質でやっていきますかね。ってことで、ワインワインワインワワワワイン、ワワ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 ワほら、蹴られた跡がある。あ、全部あるよく見たらこれもともとか、今さらだわ。じゃあにょろも。ってことで今日の木こり、来ましたね。よいしょー。誰かの日記の1ページ。大人の独人男性はこの友達には多くない。そして理想的な人がいない。ハービーは心配性で軟弱な感じ。でも誠実で献身的な音になってくれそうな気はする。彼はコーヒーとピクルスが好き。エリオットはちょっと気取りすぎではあるけど、顎のラインが素敵。彼はクラブケーキとザクロが好き。シェーンはちょっと乱暴で非社交的。でもあのツッケンドンな態度は多分防衛反応。自分の良さを分かってくれるため、分かってて守るため。マルちゃんかな。でもマルちゃんあるよな。アビゲイル？どうなんだろう。でもアビゲイルももう出たもんな。ペニーじゃないよね。まあ、エミリーの可能性あるな、これ。彼はビール、ピザ、揚げ唐辛子が好き。待って、誰の一ページだ。わかんない。でも多分、エミリーだよね、きっと。きっとエミリーだと思います。わかんない。こういう、なんか恋愛関係のことを書いてるのは、エミリー感が強い的な、そういうとこあるんでね。赤キノコ、赤キノコ、マシュマシュマシュ、アミガサタケ。さあ、今日は結構早いですな。あ、そうだ、このレイアウト変えるってのもね、やっていこうって言ったもんね。これちょっと次の収穫が終わったら、あの納品じゃなくてレイアウトを変える作戦をね、やっていこうかなと思います。結構変えていく予定なんでね。はーい、ところでただいま、ペンニー。母さん、私がいなくなって寂しい。やっぱ家をね、作ってあげるべきだね。まあもう50万超えて、まあ、100万ぐらい貯まったら家を作ってあげてもいいかもしれないね。ってことで今日も寝ましょう。おやすみなさーい。言うてちょっとしばらくの間お金は集まんない今日ね。4290ってやばいね。ってことでまた明日も頑張りましょう。はーい、おはようございます。3年目の冬14日日曜日午前6時ですね。今日も一日頑張りましょう。今日はハービーの誕生日ですね。了解しました。行くかどうかはちょっとわかんないです。さあ、明日の天気予報は積雪ですね。今日の占い情報は、昨日全力幸運なのに洞窟行き忘れちゃったな、行けばよかったな。一応ザザザザです。ソースの情報、今日はね、卵関係だと思います。チョコレートケーキ、お、やっぱりな。チョコレートケーキ言うて卵使うっしょ、ときっと。チョコレートケーキレシピわかんねえ。ペニーおはよう。うんうんうん、発掘の話大好き。あ、ほんと？あ、ありがとう。ピーン、そんな音すんの？思ったの。1万年近く昔もこの場所で農業やってたといたかもしれないって。せやな。チーン、チョンポ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 ン、おー、こんなあったんだね。夏おはよう。ツナはまだ起きてないね。おー、ついにワインが出来上がりました。ってことは今日はこの26個のワインを納品するということだから、かなりの金になるという、そういうことですね。素晴らしい。ってことで今日のイジューム5個、微妙。そしてこれは明日からの冬の位置の話かな。あ、違う、シェーンがピザ食えた、ありがとう。さらに明日からの冬の位置の話がありますね。旅の行商人たちがペリカンタウンに集う毎年恒例、去年からだけどね、夜の位置が明日から始まります。午後5時から始まり、3日間回入られます。了解しました。行きましょう行きましょう。ってことで水あげて、あ、今日のご飯食べてない。今日のクラブケーキ、あーめ。さてさて、卵卵卵、おはようおはようおはよう、卵卵、おはようおはよう、卵おはようおはようおはよう、卵おはようおはよう、卵おはようおはよう、餌あげてね。おはようおはよう、餌餌、ほいさささ、さんさかさんさんさん、おはよう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 、おはよう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 。ちょっと今すごいひどいこと考えたんだけど、冬になったら豚を売って総入れ替えして、で冬の間にこう育てつつ、また1年経ったらまた売って総入れ替えしてってやればさ、一番お金儲けになるんじゃないかなっていう。かなりひどいよね。そしたら卵はこっちに入れちゃって、15個集まるまでとりあえずこっちに入れておこうかなと思いますよ。っとってことで納品しちゃいますかね。古代のフルーツワイン26個、これは絶対高い。よいしょー、楽しみですね。あ、そして今日は何もない日だ、寂しい。さあ今日は緑ですね。4個だから、これはワンチャン入れることができそう。 OK だね。入れてと、水あげて、ディープ回収してと。まあ、ふーちゃんがだらけてる。ふーちゃんおはよう。寒くない、その
格好ね。で、水あげて、で、しばらく2シーズンぐらいこっち見なくていいからね。ってことで、サイサホイサさ、今日の納品は、昨日は確か、これだよね、紫キャベツとか赤キャベツやったもんで、スターフーズ77個も納品しちゃってんだよ、もったいないな。トウモロコシオッケー、ナスオッケー、アンティーチョークだね、8個。8個だけアンティーチョークを納品しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、これで15個になりますね。アンティーチョーク納品。はい、今日やったっけ、これやってないよね。エサエサホイサさ、あーもう品質悪いのなくなっちゃうね。種。じゃあ金品質やっていきますか。種。10個、1日10個はちょっと多いかな。1日5個でもいいかもしんないね。流木、イリジウム、鉄鉱石。うるさくない。そしてまたボイドエッグを持ってきてしまった。忘れた。なぜ忘れてしまうのだ私は、ボイドエッグのことを。あ、忘れるってなんかボイドとかあった気がする、英語で。あれ、英語ボイドってどういう意味だっけ忘れちゃった。それも、さて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 、そしたら今日のね、カニカゴタイムもやっていきましょう。あ、の前にニョロ持ってるけど、ニョロ持ってるの欲しいかな。ニョロも、あ、絶対いらなかった。これいらんな、捨てときましょう。ってことで、今日のスーパーカニカゴタイム、はーい、オッケーですね。カニが1匹出たので、まあいいでしょう的な感じですね。アサリを回収してよかったかな。これ回収しなくてよかったかもしれない。ウニが2つある。あ、ウニ2の3個。あー、サンゴがねえ感じだな。了解了解。これ取れないよ多分ね。パパパパパパってことで帰りましょう。さてさて、じゃあ今日は何をしていくかなんですか。あ、今日日曜日だから繊維をやっていく日だね。了解了解。じゃあまあ繊維をやりつつ、木こりって全部終わったっけな。ちょっと確認してくるか。もう全然覚えて、あ、そしてワインが出来上がってる。あれ、さっきやんなかったっけ、気のせいか。それ昨日か。ワインが出来上がってるので、ジャムも出来上がってるね。素晴らしいね。うわ、めちゃくちゃある。ワイン。あ、そうだ、じゃあ今日ちょっと増やすか。ワインダルを何個増やす。 1,2,3,4。 まあ多くの樹液がある分だけちょっと増やしちゃおっか、せっかくだからね。ワイン言うて結構あった気がする。8個もある。そんなに作らなくても的な部分はあるかな。どうなんだろう。作ります。醸造だる。1,2,3,4,5,6,7,8。 あー、かなり作った。これ何個作ったか分かんないぐらい作ったね今ね。ってことで、ワインダル。素晴らしい量だねこれはね。そしてポンポコポンと入れてって、あ、やっぱちょっと足りないな。このまま5個ずつやっちゃうとね、足りなくなっちゃうから、ちょっと考えてやんとかね。よいしょ。ジャム。あ、ジャム早かった。先こっちだ。あれ入ってない。ジャム。入れ忘れてたね、これね。よいしょ。ちゃんと入れましょう。お、ニョロンも。ちなみにさ、餌って買ったっけ最近。ちょっとせっかくだから買っていきますかね。物資を買う。干し草。おー、右クリックと左クリックを高速でやることで、めっちゃ早く取れる。お、ジャス、おはよう。1,2,3,4。やだ、また失敗しちゃった。あら、かわいい。さあさあ、まあ、なんもないと思うけど、一応確認しますかね。何これ ?VGA パラダイス。元ネタとかわかんないよ。ごめん。火だけあるけど、ちょっと無視しちゃいますかね。やばい、やっぱそうでもね、全然もう、撮ってるよね。クロッカスステークス。帽子屋。まあでも、こっち側来て、毎回少しずつ帽子をね、被って、入れ替えていく的な感じのことをやるのも、ありかもしれないね。そして、ニョロも、ほんと、いらないアイテムしか出ない。ヒイラギ。あ、やっぱりだ。そうだよね。全部凝ったね、もう。了解。うわ、ばっちょ、あとはあれだ。駅の裏側にあるかも的な話をしたような気がする。それ以外は全部、凝りましたね。あー、もう、凝り凝り。ニョロも、あー、ビちゃん、おはよう。あら、こんにちは。私が描いてみせた奥の絵のコンテスト覚えてる？うん、覚えてる。その話を聞いたことももう覚えてるよ。3回くらい聞いた。結構前に聞いたで、それ。ってことで、今日の繊維タイム。あ、あれ？ちょっと繊維が少なめじゃないですか、今回。この前ね、帰るときにね、一回ちょっと、ブーって来てる最中に帰っちゃったんだよね。もしかしたらやっぱそれが関係あんのかもしんないね。知らんけど。
はーい、ということで終わりました。34個しかない。これさ、もしかしたらさ、やっぱ敵がいる部分、敵がいる部分は更新入んないみたいなのワンチャンあるかもしんない。なんでここをちょっと全部凝って、その後に今度来た時、来週の金曜日来た時に、果たしてこっち側にも繊維が生まれてるかどうか、ちょっとこれ試してみようか。もしこれでこっち側に繊維が生まれたら、あの敵がいる部分だとかそういったものはしっかりと全部倒していかないと、あのいけませんよ的な、そういうことになるもんね。さあ、新しいことを確認していくプレイングでいきましょう。めちゃくちゃモノスープ落とすんだけど、1匹が3個とか落とすんだけど、この子たちすごいな。はいはい、ってことでね、こんな感じですべてを凝り終わりました。凝った、凝ってないな、切り終わりました。これでね、来週の金曜日楽しみにしましょう。お、ムーニーおはよう、こんにちは。あなたと友達になって嬉しいわ。うん、せやろせやろって言いながら剣をね見せつけた私。チスチス、表の庭がめたくたじゃない、ごめんなさい。なんかファビおはよう、あまり痛くないですが、風の季節は診療代を稼げる時期なのです。うん、絶対言わない方がいいよそれ。もしみんなが病気になるかなれば排除することになりそうですね。うん、でも勘違いしないでください。ここのとこはみんなの健康を祈ってますから。前そんなこと言ってたっけどうだっけね。あー、今日クエストあったんだ。何ですか。パパにいたずらをしたいからファイアクーツが欲しい。あ、了解了解、今は持ってないよね。まあまた明日取り行きますかね。どうしよう、まだ地味に時間あるもんで、こっち側に木あるかな。わわわわわわ、クロッカス。おー、あったあったあった。セーブ、おーはよ、チスチス。雪玉作ったけどディメトリウスに処分させられたでも丸の小さな雪玉そのままなんだよ。小さ、ひどすぎるよ、それはひどいね。うん、でも待って、丸の小さな雪玉ってこのことですかね。だとしたらどのぐらいの大きさのものを作ったんだい。かなり大きいと思うんだけどね、それはちょっと考えようだね。ロビン、おはよう。愛と嬉しいわ。せやろ、今ではあなたもこの町の一般人ね。せやろ、町の一員だから木を掘ります。にょろもにょろも。町の一員はね、村の木をね切っても大丈夫、松ぼっくりとかいらないです。自然破壊万歳。にょろも。あとは駅、この辺ちょっとまだ切ってないのいっぱいあるからね、この辺をまた今度切っていきますかね。ってことでにょろも。そして帰りまーす。バイバイディープ、は走って帰ってきてね。わー、このタイミングで出来上がってる。なるほどな。今日は、あ、今日洞窟潜ってないか。今日は繊維が34個ですね。まあ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 って感じだね。素晴らしい。さあ、そして、ダイヤ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 。おほほほ。8個ずつ手に入るからね。700とかだっけ？ダイヤモンド。ちょっと覚えてないけど、まあ5000円ずつって考えて。で、まあ、そんなにだね思ったよりだね。あー、そして必要かわかんないけどメープルシロップですね。やったー。ってことで今日のスーパー聞こえタイム。光ってる。よいしょ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 。同世同鉱石、オムニジオードとイリジウム、なんでや私が今までずっとオムニジオード、オムニジオード言ってんのに、銅鉱石、金鉱石、鉄鉱石いっぱい集めてきて、こういう時ばっかり、なんでオムニジオードとイジウムなの、どういうことなの聞こえてんのかな、音声聞こえてる可能性あるのこれ多分ね。今度からずっと銅鉱石って言おうかな。ってことで、マッシュルーム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 、赤キノコ、マッシュルーム入れてと。さあ、今日何気に、は、だ、ざ、ざ、ざ、入れるやつがあるね。古代のフルーツジャム9個、そして、ワインももういらなくな、いらなくはないけども、あの全部入れ替え終わったもんで、これも全部入れて OK。え、もしかして今日の収益やばすぎ？結構いく感じだよ多分ね。やった、イリチウム5個ってまたすごいね。これは別に持っててもいいかな。いや、まあ入れとくか。はーい、ってことでただいま、ふーちゃんただいま、ペンニー今日もお疲れ様。今日はやりたかったことうまくできた。あ、これすごくいいこと言うやつだ。できなくても大丈夫、時間はたくさんあるから。いいね、素晴らしい。ってことでおやすみなさい。今日はいくら入るかな。おうわ今までで一番だよ多分ね。35万。だいたいじゃあ1個2100くらいってことか、古代のフルーツワインで。ジャムが1個1000いくらかってことじゃんね。あ、でもワインのこっちもまたすごい。こっちいくら、まあ多分編集でね、あの1個いくらってのやってくれると思う。あのワインはいくら、ジャムはいくら、まあこの品質のいいワインはいくらとかと、あと古代のフルーツいくらみたいなね、わかりやすい。ってことでまた明日も頑張りましょう。